敵を明かし確認するか。まあでも私知ってるんだからね。どうせこのパターンは人慣れかなんかの反応に困るやつやめろ。なんか無駄に演技いいな。ねえなんでなの。無駄に運いいわね。無駄にこぎにくるわぁ。私くらいになると願いは何でも光るのですよ。今で入りのスペシャルアートレアは光らなかったじゃないですか。大変だぁ。なんかね、色源泉対決しようって言われた。色源泉珍しいわね。昔はよくやってたけども、最近は対戦だったり別芸が多いですもんね。って誰なんだ。多分オドミンメンバーでしょ。いやでもオドミンメンバーにゴリゴリの色違い実況者なんていねえからな。一人いるっちゃいるけども、あの人は動画出さないので。それがね、桜餅さんから急にお誘いが来たんだよ。今日もゴリゴリの色違い実況者です。そんなとこにいたんですか。ここで待機してろってベルさんが。おいこら、急にどうしたんですか。こんなチャンネルに。ここはもう色実況者名乗るのおこがましいくらいのチャンネルですよ。今あれなんですよ、ちょうどイベントでポケモンの大量発生来てるので、それでぜひ厳選対決したいなと思いまして。それは光栄なんですけど、なんでうちなんですか。色違いしガロコでセクハラしてるの見て、この人しかいないってなりました。すごい不名誉だった。今回のルールなんですけど、イベントで4匹のポケモンの大量発生が出現しやすくなってるんですよ。なのでそれぞれ4匹のポケモンを30分間厳選して、どちらがたくさん色違いを捕獲できるか勝負するって企画です。なるほど。サンドイッチは食べていいんですよね。全然大丈夫です。あでも大量発生の確率アップの作業終わってからで統一しましょう。大量発生は60匹倒してから確率が上がるからな。お互い最大効率でやろうってことか。そんな感じです。あと追加ルールなんですけど、厳選場所は選んで大丈夫ですが、サンドイッチを食べたら場所を変えず厳選する。これでお願いします。了解しました。私こう見えて昔色明かし簡単マンって呼ばれてましたからね。この勝負勝たせていただきます。最初はブロロンから。この手のイベントはいろんなとこでポケモンが湧いてるが、どこでやるんだ。うん、広いとこならどこでもいいんじゃね。とりあえずこの辺広そうだし、ここでこんな適当で大丈夫なのかしら。どうする、桜餅さんガチガチにリサーチして粘ってたら。ありえるわねー。桜餅さんは色違いガチ勢だからね。普通の色違い勢だと SV の色厳選は簡単すぎてつまんないっていう人もいるじゃん。まあ人によってはそうね。こいつの場合すぐ別ゲーし始めるしな。なんだ文句あんのか。でも桜餅さんの場合違うんだよ。あの人 SV に伝説の色違いが出ないってなった瞬間、急に過去作に戻って数台で色厳選し始めたからね。あいたも見習いなさいよ。無理怖い無理。ブロロンしばき終わって準備完了。やっと厳選始めるのね。どうせ大量発生で遭遇パワーいらねえし、サイズパワーつけようぜ。今思えばそうなんだけど、この時すっかり忘れてて普通に遭遇パワーにしてたんだよね。もう一生エペやってろよ。ブロロンなんかわかりにくくない。あいつ金色になるんだよな。現職の時点で気持ちちょっと金色だが、っていうか私すごいことに気づいたんだけどさ、今回のポケモンの色違いさ、全員金色なんだよ。ゴールデンポケモンなんだよね。公式に普通に書いてありますけど。いや待って、違うの。こっからなの。この4匹だとさ、金色っていうより黄色のやつがいるじゃん。まあまあまあ、だからなんだってんだ。この枠サーフ号の方が合ってると思うんだよね。いいから黙って厳選しな。サーフ号回すな。色違いブロロン確定。うん、いい感じ。実はまだ厳選始めて5分くらいしか経ってないんだよね。今回は全部ゴージャスボールで捕まえていく。この調子なら複数匹狙えそうだな。っていうかこのイベントってさ、普通の大量発生より光る確率高いんかな。どうなんでしょうね。体感高い気はするけども。はい、しっかり捕まえていく。その後もう1匹光らせたベルさんは合計3匹でブロロンはフィニッシュ。まずまずの成果となりました。いい出だしではなかろうか。桜餅さんはどうだったんだろうな。僕は2匹でした。なかなかやりますね。まだまだですね。剣盾からやり直してください。現在進行形でやってるんですが。次はコイキング。キンコイキングはこのチャンネル何かと縁があるわよね。今回も頼むよコイキング。ベルさんはいろいろ下見した結果、南5番エリアにある池で厳選を行うようです。コイキングはあれだな。コイキングというかギャラドスが確定色違いなのが有名よな。あれ最初びっくりしたよね。赤ギャラが色違い初ゲットの人多いんじゃないかな。今の子は多分モノノクスだと思うわよ。クソだろ。やらかしたかもしれん。どうしたの。ここめっちゃ見づらい。いやどこもこんなもんだ。キンコイキングいるじゃない。しかも明石持ちですね。そういえば今回って明石とかサイズは加点してくれたりしないのかな。ダメで。めっちゃ食い気味。とりあえず捕獲。一応明石確認するか。まあでも私知ってるんだからね。どうせこのパターンは人慣れかなんかの反応に困るやつやめろ。エルフーンにはなかなか感情明石つかないのにな。なんか無駄に演技いいな。そういえば明石持ってたように見えたけねえ。なんでなの。無駄に運いいわね。無駄に。この後制限時間ギリギリでもう1匹に遭遇。ブロロンと同じく合計3匹となりました。また3匹光りました。もうきついんじゃないですか。こちらキンコイキング5匹でした。強すぎて草。逆転されてしまった。まあさすが現役色違い実況者だな。うちの上ズレコウモリとは格が違うわ。上ズレコウモリやめろ。まあ伊達にずっと光らせてないですからね。私くらいになると願いは何でも光るのですよ。今で入りのスペシャルアートレアは光らなかったじゃないですか。ごめんなさい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 。今回の厳選場所に到着。ねえなんかいるわよ。そういえば捕まえるの忘れてた。ブロックルーチンかかってるって聞いた瞬間興味なくなってたんだよね。なんなら最近やっとパオジアン捕まえたんだから。なんでもいいけどあの犬はほっとくんか。いいね。犬には見守っててもらおう。いい子にしてればご利益くれるかも。どっちかっていうと今まさにポケモン虐待してるけどね。
そういえばなんですけど、この動画29日に同時投稿しようってなってるんですよ。あら、よかったじゃない。でも久しぶりにオドミンがイブの方だし、今回は投稿遅れられないわね。いや、オドミンもダメだよ。これでもさ、撮影したのが27日なのよ。明日はゴールデンウィークイベントだしな。で、私の編集速度ゴミじゃん。まあそうね、これもう無理じゃね。過去一絶望的な状況で受けた。ちなみにゴールデンウィーク前半に出しましょうって言ったの私なんだけどね。そうなの？自分の悪用見返してこい。あ、コリンク捕まえました。順調に光ってる。ところでコリンクって突進とかないの？進化前ポケモンって割とやってくるイメージあるけど、一応調べてみた方がいいぞ。下手したらワイルドボルトか。これカウントしても良かったりしません。ダメに決まってるじゃないですか。この後ベルさんは1匹捕まえましたが、桜餅さんは3匹。桜餅さんが2ポイントリードした状態で最終シガロコの色厳選が始まります。錦坂、ちょっときついな。ただ最後はテラリウムドームです。シンクロ厳選は効率いいですからね。全然逆転のチャンスはありますよ。現場に到着。これはカウントしてもいいですよね。レギュレーション違反なのでノーカンです。思ったより厳しいぞ。最後のシガロコなんですけど、こいつだけはなぜかしっかりデカデカパワー発動させてたんですよね。一体なんでなんだろうな。だからここだけはね、ここだけはでっかいのが出る確率が跳ね上がってるんですよね。でっかい何とまでは言えないんですけど、その、狙っていこうと思います。でっかい金の玉を。結局言うのかよ。早速発見。この子やっぱり想像以上に輝いてるわね。どんどん行くぜ。2分後くらいに2匹目。ベースめちゃめちゃいいな。一応言っとくんだけど、これ全部一発撮りだからね。シガロコだけ別撮りとかしてないからね。これで2匹目。ちなみになんだけど、でっかいシガロコ出たらどうすんの？ベラカスにするの？え、するわけないよね。なんならプレゼントしたいし。一旦そろそろ怒られろ。本当はこの対決終わったら一人でサドンデスしてでっかいの出るまでやろうかと思ったけど、さすがに編集してるよね。それ今回で出ないって言ってるようなもんじゃね？まだまだ行くぜ。これで4匹目？フライングした分入れれば5匹目だけどな。金の玉がたくさん。これ7個集まったら願い叶ったりしないかな。ベルちゃん願いが何でも叶うなら何がいい？この動画の編集が時間通り終わりますよ。心からの願いで受けた。あれというかワンちゃん勝てるのでは？残り時間5分。あとはもう桜餅さん次第だな。5匹ならなかなかじゃないだろうか。と思ってたら最後の最後に来た。1回のサンドイッチで6匹はかなり上振れたわねー。やっぱりテラリウムドームの厳選効率も影響したんじゃないでしょうか。それにしてもかなり運いいですが、今度こそ本当の本当に終了。桜餅さんに確認してこよ。お疲れ様です。私は全部で14匹光らせました。あ、1足りない。僕は惜しくも13匹でした。悔しいですが負けです。実は最後のシガロコが超絶上振れたんですよね。なかなかやりますね。桜餅さんの視点は概要欄に貼ってあるので、もしまだだったらぜひ覗いてみてください。うちみてえに行き当たりばったりじゃなくて、しっかり色厳選してるはずだぜ。改めて桜餅さんお誘いありがとうございました。一応私が勝ったので動画遅れても許してもらえたりします。それはそれ、これはこれだと思います。これはグーの音も出ませんね。